韓国残り1人、ドイツ2人、イギリスは3人、中心は日本。世界の中心はここだぞ。マイケルがウルミを落とす。さあここで韓国ナイスグレネード、カブハのグレネードでミラクが押します。イギリス残り2人、ドイツは残り1人。いやでも勝てるはず。3対2、ドイツ代表1人潜んでいる。マイケル瀕死、回復する暇与えてしまったか。ただパルスは迫る、ポジションどんどんなくなっていく。高田、いやブレックス、この射線忍びが落ちる。高田抑えられてしまっている。ちょっと厳しくなってきた。ブレックス、このローテーション、なんというプレイだ。センスが落ちる。デップ、あとは1人。1対2対1、デップ抑えた。あとはいける、抑えて、おー、日本代表取ったぞ。ドンカツだ。韓国3人、ドイツ2人、デップが残りますね。これいやドイツの攻撃、いや日本打ち合いになる。デップが赤を捉える。イロニス落とし、ワムワー、デップだ、またデップだ。日本ドンカツ2ラウンド目、本日2ラウンド目で日本代表ドンカツを取りました。よく耐えましたね。こんな、まあ、でかい大会に日本代表として選ばれるのはもう嬉しさでしかない、まあ、自分の予想っていうか、まあ、自分が選ばれるとは思ってなかったんでですね、本当に選ばれてびっくりしていて、まあ、選んでもらったからにはそう良い結果を残さないとって思っています。選んだとかにはやっぱり勝ちたいんで、最近はずっともう一日もう何十時間ってぐらい練習をしています。そしてやっぱりもうこんな機会、やっぱりまあアジア圏とはまあやる機会はあるんですけど、他の EU や NA とか当たると試合できるって機会が本当にないんで、もういい経験になる、いい経験になればいいかなと思っています。やっぱりフィジカルが一番もう差があるかなって思っています。その4対4の打ち合いとかになった時にやっぱりもう細かい連携とかそこら辺がもうめちゃめちゃ世界とは差があるなとは思っています。何もかもがトップクラスなんで、中国は警戒しています。フィジカルゴリ押しというか破壊してくるんでもうそれには気をつけないといけないかなと思っています。基本的に打ち合いが得意で、それを今回の PNC でもその強さを見せていければいいかなって思っています。まあ、1対1には非常に自信はあるんで、もう負けないようには頑張ります。やっぱり堀さんは本当にサポートでも打ち合いでもやっぱり何でもできる方なんで頼もしいなと思っています。12月から一緒にチームでやらせてもらっていて、連携は割と他のところにも劣らないんじゃないかなって思っています。柴さんは
っぱりまあ日本トップのオーダーだと思っていて、ケイン選手もやっぱり日本の中で一番打ち合いそうんじゃないかなと思っていて頼れます。別タイトルで1回とこの PBC に来てからそのアマチュア大会なんですけど、それで1回オフライン大会は経験があります。まあオフライン経験はまあ少しはあるんですけど、やっぱり緊張はしちゃうんですけど、まあやっていけば自分はまあ緊張はほぐれていくんで、緊張がほぐれたらまあ強さが出てくるかなと思っています。前回の日本代表の結果よりも上を狙っていきたいと思います。個人としてはもう1回はクラッチはしたいですね。